レンジで一発トロトロキャベツのクリームスープを作っていきます。キャベツ1枚を手で細かくちぎります。薄切りのベーコンも好きなだけ手でちぎっていきます。コンソメの素小さじ1を加えたら牛乳 150cc を加えます。軽く混ぜたらふんわりラップして600ワット3分半チンして完成。火も包丁も不要、材料ぶち込んでチンするだけで作れる完全無欠のズボラスープをぜひ。